学校行事の中でも、修学旅行に並んで人気な文化祭。そんな文化祭では思いもよらぬ失敗で、人間関係が地獄絵図になることも。2022年の9月に、心がしんどくなりそうなスレが立ちました。ワイン家高校生、先延ばし癖を文化祭で発揮して積む。書き溜めてないから遅いけどポツポツ書いてくよ。はよ。ワイは高2の普通面陰キャオタクだけど、デブオタクカッコピザとガリブサメガネカッコチーズとワイの帰宅部3人組でよくつるんでた。そんなワイらのクラスも、7月ぐらいから文化祭準備が始まった。ワイら3人は1回も発言してないほぼ置物状態の会議で、いつの間にかワイらはチュロスを販売するらしいことが決まってた。結果だけかす。ワイらは当然そんなイベント好きじゃないから、よく3人で、文化祭だりー、とか、当日バックレて遊ぼうぜとかよく言い合ってた。そして期末テストも終わり、本格的に文化祭準備が始まった。散々だるいとか言ってたくせに、デブオタクかっここれからはピザと呼ぶがデブなだけあって力が強いため、女子グループの買い出しについてって段ボールを大量に運び出すという活躍をし始めた。それ以降よく陽キャグループの買い出しに、連れてかれるようになった。そしてガリブサメガネかっここれからはチーグーと呼ぶは、手先が器用だからか段ボールを用いた看板作りで、意外なリーダーシップを発揮し始めてワイはだんだん孤立するようになっていた。何自分が足り始めてんだキモいな。長いよしね。わかった一気に書く。それは辛かったな。友達をボロカスに言ってるあたり性格悪そう。ワイも暇になったのか頑張るこいつらに感化されたのか、ワイもキョロ10グループの話し合いに積極的に参加するようになり、親がコストコ会員だから、冷凍のチュロスを発注するよと言ったら、ワイがチュロスの発注を任された。計画としてはワイがチュロスを600本注文し、9月11日に家に届くようにし、次の日に学校にチュロスを持っていき、放課後試食兼調理実習を行い問題がなければ、調理室の冷凍庫に当日まで保管という流れだった。ワイはやる気もあったし、この文化祭を機に二人のように変わろうと意気込んでいたが、コストコのチュロスが販売中止になったという記事を見た。だけどいろいろ調べたらチュロスがまだ売ってるっぽい記事もあったため、頭がパンクし結局チュロスがあるのかないのかもわからないまま放棄していた。そして何もしないまま夏休みが明けていた。ワイは完全にチュロスのことなど忘れていた。そして今日の学校で先生から、来週調理実習あるからチュロス忘れんなよと声をかけられたことで、ワイが発注担当だったことを思い出した。そしてしゃあないからキョロ10グループの比較的おとなしいマッシュにことの経緯を説明し、まだチュロスが発注できてないことを説明したら、一瞬でクラス全体に広がりワイは完全にクラスでハブられた。顔面こそ殴られなかったが、陽キャグループにめちゃくちゃ蹴られた。そしてクラスのグループラインからも退会させられて、当日お前は絶対来んな死ねと言われて今日帰ってきた。そして月曜日が不安でワイはこの時間になっても、一睡もできない。どうしたらええ？チーズ忘れ主やん。どうしたらええ？なんかピザとチーズが言うには、ワイが発注せんかったから土日でキョロ10グループの奴らが、予定潰して直接店舗まで冷凍チュロス買いに行くらしい。予約もなしに店頭で600本も買えるもんなんかな。相談すれかよ。せやここからワイはどう挽回したらええ？そのきっしょい承認欲求を永遠に先延ばしにしといてくれんか。スレ主が一番性格悪くて一番不細工で、むしろおた二人に構ってもらってる薄い男なのはわかったよ。顔はよく綾野剛とか菅田将暉に似てるって言われる。ワイメガネちゃうし。今調べたら業務用100本で2万円するんやけど、600本って売れなかったら大赤字やろ。文化祭2日やるからそれは多分余裕で売れる。転校するしかないやろ。高校やぞ。そんな簡単にできん。ワイのチュロスで我慢してや。ってやる。仲直りは難しいから透明人間として生きれば？なんというか人を見下してるところもそうだし、もう直らないよ。この先一生社会の負債なんだろうな。自業自得や。自分でなんとかしろ。陰キャ学生一人に発注任せる担任やばいやろ。マジでどうしたらええ？ピザとチーズはなんか文化祭準備を機に、クラスの奴らと仲良くなってるし、今日もこの後ワイが発注せんかったチュロスを買いに行くついでに、陽キャたちと遊んでくるっぽいし、そもそもクラス全員に謝ったんか？謝る機会はあったんやがワイの反骨精神が出てしまって、ワイがもちろん一番悪いですがワイ一人に発注を押し付け、何も確認しなかった材料グルの人らがそっち側かっこワイを責める側に回ってるのは、どうかと思いますとか言ってしもてば正の大合唱になった。くさ、一理あるけどな。もう個人で同行できるレベルではないな。担任に素直に敬意を話して、どうすればいいのか相談するしかねえよ。ちなみにワイ文化祭1日目誕生日なんやけどどうしよう。文化祭は来週の金曜日と土曜日な。まず全員に謝ろうとしない時点で相当泣かす。発注はできんのに何時はできるのはなんでや。相談場所ここにしかないねん。お前らよく先延ばし癖がどうとか ADHD がどうとか言うてたから、仲間があると思ったんや。文化祭の打ち上げ呼ばれないね。悲しいね。明日チュロス買いに行けよ。陽キャグループの3人とピザとチーズが買いに行くから、多分ワイが何かしても余計なことすんなとか言われる。さ、お前自身はどうしたいんや？クラスで孤立したままでもええなら、そのしょうもない反骨精神持ったままでもええやろ。はぶられたくないならピザがチーズに頼んで、もう一回謝罪の機会も受けてもらうんやな。そうしたいんやがピザの方が特に準備頑張ってたもんだから、今めちゃくちゃワイに切れてる。
比較的優しいチーズの方もなんか Y に冷たいし、LINE もずっと既読つかんし。チーズにはなんて LINE 送ったんや？何言えばいいかわからんくて、送ったり消したりしてる。逆切れかましてるし、もうクラスからはぶられてるから、今さら間に合ったとしてもお前と仲良くしようとするやつ現れるわけないやん。一度大ブーイング食らったやつは、卒業までぼっちやでざまあ。どうすんねん、このまま体育祭まであるとか地獄やで。当日チュロス食いながら、クラスに私服で遊びに行けばいいんじゃね？わいほんまに殺されるで。こんなコロナ禍で文化祭やるんか。今年はやるぞ、一日目が校内二日目が一般的公開で、友達も見下してるみたいやし、卒業まで一人でおったらええやん。不登校になるしかないやん、終わりやね。それは本格的に Y が終わるから NG。もう終わってる定期。ネット通販とかでかき集められるかもしれんが、これ解決してもスレ主の評価はゴミカスやから、何もせんでいいで。それは困る、Y の高校生活まだ長いし。チーズのライン探したらええんちゃう？文書から見えてくるものもあるやろ。なんて言ったらええんやろな、チーズもこれ切れてるかもしれんのよな。なんというかスクショさらしてもわかりにくいかもやけど、送ったり消したり繰り返されたら、チーズもどう反応すればええかわからんで、既読つけたくもなくなるやろ。何を送ってたんや？大まかでええから言ってみ。まだみんな切れてる？チーズお前はどう思ってる？わいこれからどうしたらええ？ほんまは反省してんねんな。見てるんやろ？こんな感じ。チーズのとこは名前が入る。この文章からクラス全員に対する申し訳なさより、自己保身が透けて見えるのがチーズも気に食わんかったんちゃうか？本当に申し訳ないと思っとるから、一回謝る機会が欲しいって言ってみるんやな。お前が本当に申し訳ないと思っとるかはどうでもええわ。クラスで孤立したくないなら、言い訳とか周りも悪いとかごちゃごちゃ言わずに、ただ真摯に謝るしかないな。一応謝罪はしたやん。アホやろ。全然謝れてないわ。自分一人が悪いって責められるのは、おかしいみたいなこと言うたんやろ。それ聞いたら周りは、こいつ何も反省しとらんなって腹立つわ。しゃあないわいも悪いとこあったっぽいから、月曜日の朝にでも謝るか。スレ主まだおるか？コストコチュロスはミドル会員や。親に変更してもらって早く買え。土下座すりゃええのか？土下座なんかしたら本格的にいじめられっ子に昇格して、学校生活終わらんか？うっとる中年、釣りか。ちゃうねん、マジで販売終了って記事出てきたにゃ。ほうれん草の大切さがわかるな。日頃の行いやな。今回の一件だけで嫌われてるわけじゃなさそう。あ、待てよチーズも切れてるわこれ。三人組の仲良しグルガワイ一人になってる。チーズとかバカにしてるけど、カースト再開はスレ主やで。ちゃうねんバカにしてるとかやなくて、マジであのイラストのまんまの顔やねん。バカにしてるって言うぞそれ、お前はどんなブスなん？ワイの顔は中の上ぐらい、須田まさきとか綾野剛に似てるってよく言われる。須田まさきや綾野剛は、顔だけなら中の下やけども。まあワイの顔はどうでもええやろ、問題はこれからどうやってワイがいじめられっ子になるのを回避するかや。お前が強かったらいじめられんわ。釣りやろ、釣りじゃなかったらこんなマジモンに何言っても無駄。もちろんワイが悪いのはわかるけど、今それを責めてもしゃあないのわかるか？だから今後のことを話し合いたいにゃ。クラスでぼっちになった時点で終わりやで。友達バカにしてる奴の肩持つ奴なんておらんからな。バカにしてないで。ただクラス替え初日で孤立気味だった二人に声かけて、ぼっち回避できるようにしたったのに、今は胃がきつい状況の時にはしご外すのは、あんまりやないか？とは思う。お前なんかいつでも切り捨てるわ。夏休みまで親友だったのに、友情ってこんな脆いんか？卒業までちゃんと登校して、苦しみ続けることが唯一できる食材や。謝って済む問題ならいくらでも謝るで。でも Y がどんだけ謝っても、チュロスは準備できないわけで。まあ月曜日の朝一番にみんなに謝罪するか。謝罪が一番。そして文化祭当日の活動を頑張れよ。何したらええやろか？調理班からも販売班からも外されてるし。外事かよお前。こちらのスレは以上で終わっていました。そしてこのスレから5日後、再びスレ主はスレを立てるのでした。Y ぼっち高校生この後の文化祭1日準備に絶望。どないしよ。昨日は午後から半日自由に文化祭準備やったけど、お前に任せる仕事はないとか言われて、2時まで教室にもいさせてもらえず帰らされた。今日は1日準備やから、朝から14時までぼっちで過ごす羽目になりそう。休め。親に行けって言われてるから無理。これを機に友達作ればええやん。ちゃうねん、いろいろあって友達みんな敵になったんや。休め。休みたいのは山々やねんけど、そういうわけにはいかんねん。なぜ？普通に健康やから親に無理やり生かされるし、あとはいじめ受けてるわけではないから。家出る矢印駅つく矢印親に電話してあまりにも具合悪いから、欠席連絡してくれ。これでいいじゃん。ちゃうねん学校には行きたいというか、できれば挽回したい気持ちがあんねん。親厳しいのか？体調不良でええやん。親も厳しいがそれよりも、Y ができれば挽回したい気持ちがありまして、明日は文化祭本番やし Y の誕生日やし。一日中トイレこもっとけや。学校に入ってるんやし文句言われんやろ。マジでそんな感じになりそうなんや。絶望してんのか挽回したいのかはっきりしろよ。絶望はしてるがなんとか元通りになりたい。敵だと？いじめか？学校名さらせ。敵というかいじめはせんけど、必要最低限でしか関わらんらしい。何か手伝うことあるやろ。
こうなった経緯としては、夏休み中に文化祭で使うチュロスの発注頼まれてたんやけど、発注し忘れたまま夏休み終わってそれ以降クラスでハブられたんや。それすぐに挽回せんかったの？もう修正不可なぐらいになってる。月曜日に謝罪したらいじめはやんだが、相変わらず陰口は言われるし仕事は任されないし。きついな。早く卒業したいやろ。あまりひどいなら先生に言うてみ。原因は Y にあるし、直接的ないじめや嫌がらせはないしな。できれば挽回したいんやけどな。コストコでチュロス買い忘れたやつ？それや。そのチュロスは結局どうしたんだ？発注し忘れたって言っても、業務スーパーとか探し回ればあるだろ。クラスの陽キャ3人と友と Y の友人の2人が、休日返上して店舗まで直接行って600本買ってきたで。なんでお前は行かなかったんや？誘われなかったんか？普通失敗してもバカって言われて仲間に入れてくれるで。なんか陰湿なクラスやな。誘われんかったというか Y も手伝うって言ったら、お前は足引っ張ったから来るなって言われた。それ相手がキモいで。性格悪すぎる。お前、元から嫌われてたんじゃね。一人に任せっきりにしとる周りもあかんやろ。ミスが起きないように周りも確認しつつ、準備進めていくもんちゃうんか。まさか普段からやらかしてないか？知り合いにアスペおるけど、そういうの連続でひどいから相手にされなくなった。まったくわからん。普段はこういうイベント消極的やしなんとなくなんやけど、Y もともと陰キャ3人組だったんやけど、そのうちの2人が今文化祭準備を気に陽キャグループの奴らと仲良くしてるから、そっちに乗り換えようとしてんのかなって。多分そうや。陰キャは生贄作ったり性格悪いの多いでマジ。下手に挽回とか考えるより、全面降伏か開き直るか選んだ方が楽やろ。ぼっちで残りの1年半過ごすのはなかなか辛くて。先生に相談するんや。チュロスで失敗したこと、一人に任されたこと、いろいろ。どうせ1日暇やろし、また昼ぐらいにモナンジェ来ようかな。来いや、自殺はすんなよ。自殺はないかな、ただきついねどっかで壊れそうや。まあきついやね。先生って相談乗ってくれそうにないん？高校なら担任以外に、そういうサービスあるんちゃうか。保健の先生もそういう相談受けれるはずやし、カウンセラーもいる。いじめとか受けるようになったら相談しようかな。そもそもチュロス仕入れる担当者にはなんでなったの？次戦、打線、くじ引き？Y がやるって言った。親がコストコ会員やから安い大容量の冷凍チュロス、発注できるでって言った。あかんな。そんで俺一人に任したんやんって言い訳しちゃったんか。そうならこいつまともじゃねえって思われても仕方ない。ということは、自分で手あげたのに仕事せず、あげくじゃくじれかまして尻拭いは他人にさせたわけだ。スリーアウトだよな。まあそうやんやけど、クラスのほぼ全員ぐらいから罵倒されたもんやから、Y の反骨精神が出てもうた。裏でタバコでも吸ってればええのに。抗議やぞ。俺の書く通りにしろよ。まずお前は今日、学校に行く。で担任にこの度のミスと逆切れを反省して、京都文化祭は休むと言え。で月曜日にクラスのみんなに謝りたいから、ホームルームの時間にちょっと時間くれって言え。で、金土日で覚悟決めて頭坊主にしろ。ちゃうねん今週の月曜日に、ミスと逆切れについては謝罪したんや。それでこれ、頭は坊主にしたか？坊主にはしてないけど、それやったら惹かれない？部室でスプラトゥーン3でもやってろよさ。お前らありがとな、今日はとりあえず学校行ってもう一度頑張ってみる。またなんかあったらすれ立てるわ。お前の文章から、みんなを裏切ってごめんなさいってのが見えないんよ。おそらく謝罪もそんなノリでやってたんだろ。だから覚悟見せるしかない。ミスの代償として、文化祭は楽しまないと、頭を剃る。そして月曜朝に誠意を見せる。この人陰キャグループなのに出しゃばってきたから、それなりのことしなきゃいけなかったのに。長期休みの間に何もしないで、のこのこ投稿してるんだから謝っても無理じゃん。これ以上謝るのは周りに迷惑だろ。だってもう出て行ってほしいのに、相手してくださいって言われてもさ、できる最低レベルの対応って虫だけなのに、会話までしてくれって言うんだろ。周りが地獄じゃん。譲歩した結果の虫をありがたく受け入れるべきだろ。優しさじゃん。残酷な話やけどきついな。文化祭後に周りのクラスメイトに再度しっかり謝るとしても、挽回できるような局面が来るまではきつい立ち位置は覚悟せなあかんかも。せめて仲良かったやつくらいにはマメに連絡して謝って、学校外で話せるくらいまで持ち直せるとええな。お前は嫌われてるんじゃなくて、的にされただけ。結果的にチュロス600本は用意できたんだから、クラスは許すべきなんや。人間って、みんなで一人のやつをいじめてる時が一番、仲間意識を感じる脳内物質が出るらしいで。だからお前は、何か結果を出したら見返すことができると思ってるだろうが、結果が出ても出なくてもこれからも嫌われ続けてしまうよ。ちゃんと反省しないで人の責任にしようとした。そういう部分が嫌われたんや。自分の責任なのに自分は悪くない。っていう、自己愛性人格障害型の性格悪い奴は嫌われるってことや。我を抑えることやな。また繰り返すで。スレは以上で終わっていました。スレ主がきちんと反省し、今は受け入れられているといいですね。続いては2018年の11月に建てられたスレを見ていきましょう。学園祭のクラスの企画の失敗を息子のせいにされてる。学園祭のクラスの企画の失敗を、息子のせいにされてる。もともとクラス全員が企画に賛成する中、息子だけ反対したことから始まった。
というのも企画というのがアメトークみたいなトーク番組形式的なのを、クラスメイトや先生をネタにやるからだった。この時点で普通なら外からも人が訪れる文化祭に、他のクラスが焼きそばやお菓子売る中で、くだらないうちはネタやるなんて見えている地雷だとわかると思う。にもかかわらず息子の属クラスメイト全員は賛成で、担任も、やってやれ、みたいなテンション。最後まで反対した息子は、企画には加わらないことで決着した。そして文化祭当日、案の定失敗した。そもそもあの手のトーク番組って、ある程度脚本あったり編集したりリハーサルしたりするだろうに、なんとぶっつけ本番で実行しグダグダになった上、わずかながらいた来客に先生や生徒のうちはネタをしてしまった。結果その来客からはこんな下品な学校受験しませんと言われたみたいだし、ネタにされた先生や生徒も激怒した括弧許可すら取ってなかった。で今なんで知った日に止めてくれなかったと言われ、挙句の果てには連帯責任ということで息子も呼び出されることになり、納得いかない私と夫で学校で向いた。話し合いで唯一まともだったのは学年主任の先生、息子が大多数に負けずに反対の意思を示したことや、企画に参加しなかったことを評価してくれた。頭おかしいと思ったのは担任と校長、担任は止めてくれればこんなことにはならなかったとか言うし、校長は若いうちは失敗することはあるんだし、参加してたらいい思い出になったとか斜め上の方向。それなりに偏差値あるしまともな学校や先生方かっここの件までおかしいところはなかっただと思ってただけに、受験機会が今から学校変えてあげようかなとさえ思ってる。ひょっとして息子さん発達障害？この件とは関係ないので書きませんでしたが、確かに息子は発達障害です。ああやっぱり、クラス全員がイケイケな一人だけで反対意見を押し通すあたり、そうだと思ったよ。息子さんは正しいことしたかもしれないけど生きづらいよね。バカだと思っててもそこは乗らなきゃ。将来他の子たちはいい思い出になったという意味では校長正しいし、一人かたくなに反対してたのがいたな、と嘲笑されるよ。そういう意味では校長はあながち間違ってないと思うわ。それに反対するはいいけどみんなで決めたことに不参加なんて、将来反社会的な運動する可能性あるよ。しっかり教育してね。何その同調圧力怖い。こんなクソな企画まともな神経してたら反対するか、強制参加ならバックれるぞ。受験直前に学校変えた人とかいますか？正直このまま学校に残るのもこの時期に変えるのも悪手な気がしてならないです。結局は息子の気持ち次第なのですが、書いた通りこの件までは普通のクラスだったので息子も相当ショックだと思います。養護教諭とも相談する予定です。親としてできることあればアドバイスください。同調圧力怖いって言うけど、実際子供の将来の鍵を握ってるのは担任だったり校長なのは事実だし、この大事な時期に担任の反感買うようなことしでかさないでくれよ、頼むよ。手のあるじゃんよ。反対しなかっただけでここでも目事起こしたくない、目立たないように過ごそうってタイプいたと思うよ。間違ったことしてないのに目の敵にされて将来潰されるなんて、って言ったって社会に出会いを渡りした手が悪いとすら言われるさね。自分がゴリ押ししといて失敗したら、なんで止めてくれなかったとかほざくくずか。息子さんは周りに恵まれなかったな。普通こんな気違い同じ場所に複数人集まることめったにないよ。数ヶ月後にこの後どうなったかの報告もありました。学園祭のクラスの企画の失敗を息子のせいにされてると、愚痴を書いたものです。息子は無事大学合格しました。以前書いた学年主任の先生が相当働いてくれて、特別待遇で息子を別のクラスに変えてくれました。変えた先でのクラスの生徒たちもいい子ばかりで、息子を受け入れてくれました。クラス企画失敗のことですが、あの後賛成派の生徒たちの大半が寝返りました。内心は反対だったけどイケイケな連中に任せて、あとは極力関わらないようにして、失敗の責任は最小限度に抑える算段だったそうです。息子は呆れながらも発達障害の自分には、こういう立ち回りも必要なのかなと言っていました。とにかく解決してよかったです。息子さん、大学合格おめでとうございます。転校じゃなく別クラスに迎えてもらえて本当に良かった。内心反対でも反対なりに動き方はあると思うから、反対だから参加しないと思考停止させないで、反対という立場からできることを、考える力を学徒のうちに伸ばせるといいですね。ひとまずお疲れ様でした。それは以上で終わっていました。文化祭はお祭りごとなだけに、いいことも悪いこともたくさん起きがちですね。皆さんは何か文化祭の思い出はありますか？リア充といえば誰しもが憧れますが、世の中には彼らの真似をしただけで、通報された2チャンネラーもいます。一体、どんな狂ったことをやらかしたのでしょうか？街中で久しぶりに会った同級生のバッグをひったくって、女がキャッてなって振り向くと、男が、よし久しぶりっていうのあるじゃん。それをやったら警察沙汰になった。そりゃ逮捕されるわ。リア充の真似でもなんでもねえだろ。まず何を参考にしたのか教えてほしい。聞いたことないわそんな展開。あ、ひったくり犯だ。この時点でヤバい一致ですが、実は彼の正体こそが、一番ヤバかったりします。話を戻します。スレミンの集中放火に対して、いや、あれだよあれと言わんばかりに一致が反論します。よくあるだろう俺この前テレビで見たし。怒り顔で男を睨むんだけど、昔の同級生って分かった途端笑顔になるやつだよ。確かに俺はイケメンではないけど、イケメンに見えるように努力したんだ。
結果母ちゃんは小栗旬にどことなく似てる、って言ってくれたし。ただのひったくりじゃないか。母親ほど無責任なこと言う人物はいない。そんないい母ちゃん泣かすとカバン死に値する。お母さんの優しさが引き金でまさかこんな事件になるとは、お母さんも悔いても悔やみきれないでしょう。で、警察にいくら支払ったのよ。お金とかは払ってない。交番で相手、格好での中学の同級生、に土下座して謝りまくって。同級生だったこと思い出してもらってなんとか事件にならずに済んだ。帰り際このお詫びに食事でもおごるよって言ったんだけど無視された。俺の恋は終わった。同級生だったこと思い出してもらってクソワロタ。まあでもちょっとかわいそうな話だよな。女が、土下座わら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 。イケメンだったら同級生とか関係なかったんだけどな。中学の時のお前、空気だっただろ。覚えてるわけねえじゃん。リア充でもそんなことしないわわらわらわら。誰からも共感を得られない一致。必死に手本があることを説明します。だからよく漫画とかでもあるじゃん。マガジンとかのちょっと不良系の漫画とかさ。あとこの前夜回り先生のドラマやってたんだけどそれでもやってたし。俺はドラマ見てやろうと思った。かたくなに主張を続ける一致を、スレミンが優しく諭していきます。サンジは捕まるんだよ。知らなかったのかい。リア充はそんなことしないよ。コンビニ店員の女が中学校時代の同級生だったのでため口聞いたら苦い顔されたのを思い出した。一致が学生時代のことを振り返ります。空気ではなかった。クラスの中でもムードメーカーというか、いじられ役的な、まあいじめられてたんだけど、できるだけいじめられてる雰囲気は出さないように俺は頑張ってたしそれはクラスでも認められてたと思う。ただ彼女と再会するにはあまりにも時間が空きすぎてたのかもしれない。反省するポイントがずれている一致に、スレミンも大絶賛です。そういう問題じゃねえだろわらわらわら。お前ダメだ。ポジティブなのはいいことだが、中学の同級生とよろしくやるのは諦めろ漫画やドラマならまだいい。二次元補正があるから捕まらないしリアルでやっちゃダメだろわら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 。諭される一致。しかし、一致が弁解します。ちょっと待ってお前ら。確かにバッグをひったくるのは決していい行為ではないのは俺もわかってる。でも、そういうスリルが恋愛感情に変わるっていうのあるじゃん、吊り橋効果っていうやつ。俺みたいなモテないやつはそういう効果にかけるしかない事情もわかってくれ。フラグも立てずにクラスメイト程度の面識だけで話しかけるなんて、そういうのはお前のいつもやってる絵、芸の中だけにしろ。妄想上にも程がある。それは吊り橋効果じゃねえぞ。いじめられてたけど頑張ってたってことは、何かあるとヘラヘラしてやり過ごそうとしてたってことか。それどう考えても異性の目から見るときもいいから。まずお前は吊り橋効果の角字もわかってない。同級生からしたらかなりイラッとしたんじゃね？わら。カバンひったくられてふひひ、久しぶりみたいな感じに言われたらイライラする。自分が街歩いてていきなり大切な荷物や財布や携帯の入ったカバンをひったくられたらどう思うよ。吊り橋効果の正しい意味も知らないで、意味不明なこと喋んなわらわらわら。びっくりするほど聞いたことのない展開でわろたわら。スレミンからフルボッコにされる中、鬼メンタルの一致は、衝撃的な正体を暴露します。俺28歳、ごぼうを洗う仕事をしてる、月収23万、童貞だけどよく彼女いるでしょ？って言われる。相手、28歳、中学の同級生、本屋で働いてる、暗き前を地味にしたような美人。出会いは俺が彼女の働いてる本屋に行ったところから始まる。ごぼうを洗う仕事という、あまり聞いたことのない職業にスレミンが食いつきます。ごぼう洗いで23万か、うますぎる、わらわらわら。ごぼう洗う仕事にしては結構もらってるな。でも月収悪くないな。童貞だけどよく彼女いるでしょ？って言われる、これは、わらわらわら。今この状況で語り出そうとしているお前の神経にびっくりだわ。自分をどんだけ高く評価してんだか、気持ち悪い。これだけの批判を受けながら、一致が謎の持論を展開していきます。知らない人ならダメだけど俺が同級生にひったくられて、久しぶりって言われたら好きになると思うんだけどお前らは好きにならないわけ？俺洗い場のリーダーだからな。業務内容の割に高収入な一致は洗い場のリーダーでした。スレミンはリーダー自身のスペックよりごぼう洗いの仕事に興味を示していきます。洗い場のリーダー、わらわらわら。ごぼう洗う前にひったくりから足を洗え。女との話はいいから、ごぼうの話してわらわらわら。スーパーでごぼう見るたびに、このスレ思い出すようになるだろうが。もちろん、一致の勘違いを指摘するスレミンもいます。最後に会ったのいつだよ？知り合いにだって、そんなことされたらうざい。何それ怖い。俺は男だけどさ、相手が恋人でも親でも兄弟でもひったくられたらムカつくよ。自分がされた時のことを考えてみろよ。批判の嵐が止まない洗い場のリーダー。しかも、なぜ批判されているのか意味が分かっていない様子です。スレミンからごぼう洗いについての質問に答えていきます。ゴム手はダメ。細かい汚れ取れないし基本たわしで細かいのは軍手で仕上げる。ごぼう洗いは最初機械で洗浄した後人が仕上げる。だいたい10人くらいでの作業で俺以外は中国人とタイ人とおばちゃん。洗いの後カットなんだけどカットと洗い場は敵対関係だからあんまり知らない。なんと、洗い場とカットは敵対関係にあるようです。構想図をリーダーが説明してくれます。敵対関係わらわらわら。そうか、そんな狭いところにも政治があるんだな。
勢力的にはどっちが強いの？カットとの構想の内容を詳しく。ぶっちゃけ自分が敵対してるって思ってるだけで他の人たちは仲良くしてるんじゃないの？警察云々の話はどうでもいいからごぼうについてもっと語ってください。あまりに個性的なリーダーの職場の話に、本来の話題そっちのけでごぼう洗いに対する質問が飛び交っていきます。もちろん洗い場の方が強い。洗いが終わらなきゃカットできないし。ただカットは自分たちが製品作ってるってプライドがあるからうざい。あいつらは機械メインで自分たちは何もできないくせにプライドだけは一人前。ただ袋詰め班と仲良くてちょっと羨ましい。袋詰めは女の人がいるからね。社長には洗い場で頑張ったら袋詰めのリーダーにしてくれる。って言われてるから前科がつかなくて本当に良かった。今って読み終わったけどなんかごぼう洗いの方が本題よりよっぽど盛り上がってるな。お前は洗い場を捨ててまでして袋詰めに行きたいのか？カットとの構想はどうなるんだ？お前がいなかったら誰が洗い場守るんだよ。本当に仲悪いんだな、わらわらわら。リーダー一致は、仕事に対する価値観と恋愛に対する価値観をそれぞれ投稿してくれます。俺は洗うのも大事な仕事だと思ってる。それで俺は彼女の本屋で彼女と出会って、でも声かけられないし。その時は作業着だったからおしゃれして格好良くなって彼女と仲良くなろうと。努力したんだよ。美容院にも行ったし楽天でメンズファッション1位の服とか買ったぞ。それと同時に彼女の本屋のシフトも調べていつなら声をかけられるか調べた。ほぼストーカーのようなことをやっていたリーダー一致に、スレミンもドン引きです。彼女の本屋のシフトも調べていつなら声をかけられるか調べた。恐怖ごぼうストーカー。ごぼうストーカー強すぎ。中学生くらいなら微笑ましいけど、年齢が年齢だけにすごく危なく見える。リーダーの職場の構想について、さらに詳しく説明がされます。基本洗い場とカットは口利かない。休憩室の椅子なんだけど洗い場のメンバーは背もたれつき椅子しか座らない。もしカットのやつたが背もたれ椅子に座ってたら口論になる。本当にカット班はクズばっかり。これでごぼうの話は一旦終了しようぜ。そろそろ本題に話を戻したいリーダー一致。しかしスレミンがそれを許してくれません。もはやスレミンはごぼうの話題にしか興味がありません。一の洗ったごぼうは日本で流通しているごぼうのシェアで言うとどのくらいなんだ？それだけの給料なら日本中のごぼうを牛耳っているんだろうな。おいおい、意地になってるんじゃないか？カット班と仲良くできたら今夜のあの娘とも仲良くなれるかもしれんぞ。つうわけで構想についてもっと語ろうぜ。女の話どうでもいいからごぼうの話を延々と続けてくれ。ここまでストーカーとまで呼ばれたにもかかわらず、未だに自分のズレ感に気づかないリーダーは、悪意がなかったことと事件当日のことを解説してくれます。いや純愛だろ、別に襲うなんて思ってなかったし。俺の心は洗いたてのごぼうのように真っ白だし。確かになんか上はすごいぴったりなのに下のジーパンがダボダボで。変な感じはしたけど上下で1万7000円くらいかけたしいいと思うんだけどね。それで小栗旬になった俺は彼女が出てくる7時まで本屋前で待機して。後をつけてあんまり人に見られるのも恥ずかしいから人が少なくなったところで。彼女のピンクのバッグを掴んで3メートル走って笑顔で振り向いたんだよ。怖すぐる。ナチュラルに通報レベルだな。7時とか今の時期もう暗くて危険だろ。3メートルよく考えろ。意外、遠いぞ。完全にストーカーじゃねえかわらわらわら。こいつの目測で3メートルだからその倍くらいは見た方がいい。恐ろしい行動に突っ込みの嵐が起こる中、ごぼうが気になってそれどころではない。スレミンの声にもリーダー一致はきちんと答えていきます。もっとごぼうの話が聞きたい。そんなことよりお前本当に洗い場捨てるつもりなのかよ。洗い場はユウさんって中国人が俺の右腕として頑張ってるから。ユウさんに譲ろうと思ってる。ユウさんは子供が二人いるのに給料15万じゃやっていけないって愚痴ってるし。ユウさんがリーダーになれば給料18万円にはなるだろうからいいだろ。それで俺は彼女によ、久しぶりって声かけたんだけど、恐ろしい顔で睨むんだよ。そしてめちゃくちゃ叫ばれた、泥棒って。それでわらわら人が集まってきてやたらごっついブロリーみたいな男に俺は腕を掴まれた。そいつにてめえ何やってんだって怒鳴られて腰が抜けてでもなんとか。彼女と知り合いだって説明しようとするんだけど口が震えて言葉が出ないんだよ。それでもちょっと落ち着いて彼女が中学の同級生で久しぶりに会ったから、びっくりさせようと思ってやったって説明するんだけど。彼女俺を知らないって言うんだもん、話にならないよね。そんなことしてるうちおまわりさんが来て事情を聞かれたから。同じこと説明したんだけど彼女はなかなか思い出してくれなくて焦ったわらわらわら。律儀なリーダーはスレミンのごぼうに対する質問に答えながら、どうしても彼女との話をしたいようで堅くなに話を戻そうとします。景気のいい時は最高で5000本くらい洗った。最近は1000本くらいで稼働を抑えてるんだ。俺は犯罪者にだけはなりたくないから必死に土下座して思い出してください。ってお願いした。中学校の頃のその子のあだ名や球技大会の思い出を必死に話した。それで彼女がなんで知ってるの？みたいな顔したからチャンスだと思って。中学校の休み時間に毎回やらされてた俺のギャグ。
私はたわしってやつをやったんだよ。そこで俺は交番に連れてかれた。私はたわし。学生時代からごぼう洗いの伏線を張っていたとは。筋金入りだな。つまらなすぎるわらわらわら。五千本すげえわら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 。どんだけごぼう好きなんだよわら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 。社員は何人くらい？やっぱ経理の女の子とかは高嶺の花なの？ごぼう洗ってるだけにね私はたわし。五千本ごぼうを洗う事実とリーダーの学生時代からのギャグにスレミンたちは大盛り上がりします。しかし、私はたわしはどんなギャグなのでしょうか？三点倒立から頭を少し上げて頭を左右に振りつつ、私はたわしとリズミカルに歌う。俺がテンパのくせに体操が得意だったからやらされてたんだけどね。これを休み時間をとってわらわら。ごぼうさん完全にいじめられてたんじゃないですかわらわらわら。さすがに三点倒立はねえよ。それで交番で事情聞かれたんだけど彼女がやっと思い出してくれて。事件にはしたくないって話で始末書だけ書いて終わり。警察で怒られたのと犯罪者にならずに済んだのとで安心して。家帰ってから声を上げて泣いた。中学の頃のクラスメイトなんて普通忘れているからどう考えてもひったくりだよ。ひったくり未遂を起こしたたわし男わらわらわら。平日の普通なら働いているであろう時間に書き込みをしているリーダーの職場を案じたスレミンですが、再び衝撃発言が飛び出ます。リーダーこんな時間に何やってるんすか？仕事回らないんで早く出勤してくださいよ。シルバーウィーク休まなかったから昨日から休みもらってるんだよ。東北の芋煮会シーズンはごぼうの需要伸びるしね。それで昨日捕まったわけなんだけどもね。芋煮会来たわらわらわら。ごぼうって芋なのか。芋煮会かそういやごぼうもたくさん入っているわわらわらわら。すげえ気になるわらわらわら。東北人は秋に河原で豚汁作って食べるんだよ。豚汁にごぼうは必須だからね。芋煮会とは、どうやら豚汁を食べる会のことのようです。そしてなんとリーダーが今回ひったくりを起こすことになった元ネタのドラマを見たことがあるというスレミンが現れます。ドラマ全部はクズすぎて見てなかったけどひったくりのとこだけおかんが見てたから見たわわらわらわら。あれ野獣ってかき、ガイドキュンだったろわらわらわら。あのシーンかっこよかっただろ。薬物はダメだけどあんな出会いはかっこいいと思う。それで話変わるけど多分彼女12時半から本屋で仕事のはずなんだけど。謝りに行った方がいいかな？恋愛感がずれているリーダー H。一方、スレミンはごぼうの話題以外にはすでに興味がないようです。芋煮会って山形だけじゃなかったのか。リーダーはなぜに荒い男に。だから誰か最後の一郎にも反応してやれよわらわらわら。なんて言って謝るの？マジレスすると仕事場まで来られる時もい。そうかまた仕事終わりまで待機しようかな。ごぼう荒いはハロワで紹介された。荒いは一筋4年だよ。多分彼女12時半から本屋で仕事のはずなんだけど。リーダーがお相手の勤務時間を把握していることに、スレミンも驚きを隠せません。あれだけの3時にも懲りず謝りに行こうとしているリーダーに、さすがにスレミンも真面目な返答を返していきます。今日仕事してるってわかる時点ですごいのに。なんですでに勤務時間把握してんだわらわら。マジレスすると仕事中に来られても迷惑。少なくとも昼に行くのはやめた方がいい。なんで私の入る時間知ってるの？ストーカー？ってなるよ。謝りに行くなら偶然を装った方が良さそうだな。つうかマジレスするともう諦めろよわら。ごぼう洗う前に、犯罪から足を洗いよわら。ごめんみんな。俺が非常識なのはわかってるけど。とこと彼女に謝りたい。謝ってそれだけで帰ってくるから言ってくる。リーダー H が被害者女性に謝りに行く決意を固めます。これにはスレミンも。お前すげえわら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 。ちゃんと忘れずにごぼうは持ったか？ごぼうの本ありますか？って聞け。それでとりあえずはお客だ。頑張れリーダー。まだ日本にこんな奴がいたとは思わなかったわ。健闘を祈る。今度は長所だけじゃ済まないなわらわらわら。ごぼう成人行くのかよわらわらわらレポ待ってるわらわらわら。それでは行ってきます。行くのかよ。無茶しやがって。念のため地域の弁護士会の電話番号を携帯に入れておけ。俺が言えるのはこれだけだ。何時に帰ってくるだろう。いや帰ってこれるのだろうか。本屋の女性がどんなリアクションをするのか想像できないわらわらわら。いきなり悲鳴もありえるのか。ごぼう星の神様。リーダーをお守りください。女の子からすると恐怖以外何もんでもないだろう。スレミンが心配する中、ようやくごぼう洗い場のリーダーが帰還します。ただいま。昼飯買うのにコンビニ寄ったから遅くなった。ちゃんと謝れたよ。お帰り。お帰ってきた。お帰りわらわら。どうだった？お帰りリーダー。心配させやがって。報告報告。どうやら無事帰ってこれたようだなわら。警察呼ばれたか？呼ばれてないよ。12時15分くらいから本屋前待機して5分くらいで彼女出勤してきたから、呼び止めた。めちゃくちゃびっくりしてたけどとりあえず土下座した。そしたらさらにびっくりして店の横の細道でちょっと話した。期待を裏切らずいきなり土下座をしたリーダー H。怖い、何か知らんが怖いよ。いきなり土下座わらわらわら。ジャンピング土下座ですねわかります。トラウマってこうして作られるのか。なんでそんなびっくりさせてばっかなんだよ。女は引くだろ。
店の前でいきなり土下座とかないわらわらわら。なんて呼び止めたのか知りたい。誠意はあるのに常識がねえわらわらわら。なんであんなことしたのかとか聞かれたから吊り橋の効果について踏まえながら。説明したら笑ってたよわら、ついでに彼氏いるか聞いたら結婚してましたわらわらわら。諦めついたからもう一度土下座して帰ってきた。土下座の時パンツが見えたんだけど水色だったからコンビニでお、にして。昼飯買って今に至る。コンビニでお、にをして帰ってくるところがさすがです。コンビニに土下座してこい。コンビニでやるなわらわらわら。お前は本当クズだな。精一杯の誠意を見せたんですね、わかります。お前最低だなわらわらわら。まあリーダー無事でよかったぜわらわらわら。さああとはコンビニに謝れ。さすがリーダー俺たちができないことを平然とやってくれる。俺の恋は叶わなかったけど、お前らにごぼうの素晴らしさは伝わったと思う。きっとお前らの何人かは今日ごぼうを食べるだろうし、お前らがごぼうを好きになってくれればいい。それが俺がお前らに仕掛けた釣り針効果なのだから。まさかの釣り来たわらわらわら。嘘だよな。ごぼう洗いは釣りじゃないと言ってくれ。多分あるんじゃない、知らないけどわら。なんとごぼう洗いの件も釣りでした。全力で楽しかったわらわらわら。ごぼうを釣り宣言まで秀逸で脱帽した。釣り橋効果とか伏線まであったんかいわら。ごぼう職人ってのだけは、本当だと思いたい。童貞なこと以外は全て嘘。あと俺ごぼうってあんまり好きじゃないから。洗い場リーダーですらないのかよわらわらわら。ごぼう好きじゃないって、このスレの中で一番最低な発言だ。釣りの真髄を見た気がする。こうして変態行為からごぼうリーダーへと鮮やかに転じた、一致のお話も幕を閉じました。ゆっくりおのスレでは、他にも爆笑系のスレを紹介しています。よろしければごぼうを食べながら見てってください。今回は一致が妹の友達の前でした寄稿を紹介します。2012年3月21日のスレです。家に誰もいないと思って全力で遊んでたら恥かいた。スレ態度りだが、今日昼頃に目が覚めて飯食って家に誰もいないし、結構自由に行動してたら恥かいた。もうなんだか吐き出さないと辛いみんな笑ってくれ。牛乳を口に含んで笑う準備はできたぞ。期待してるぞ。今日は父母は仕事だったから確実に家にはいない。一応妹がいるかどうか確認のために名前を呼んだ。返事はない、俺は一人ではしゃぎ回った。ただ単に妹は俺に返事をするのが面倒で無視していただけだったが。わってか。今思うと意味不明だけど俺は相撲がしたくなった。一人になったからテンションが上がってたんだと思う。回しがないからタンスから海パンを引っ張り出して吐き、意気揚々と畳の部屋に突入した。黒歴史の予感。俺、残った。残った残った残った。ひえー。本気でこんなテンション。俺は大声出しながらゲラゲラ笑って一人相撲してた。本気で頭おかしかったんだと思う。盛り上がりすぎて料理酒を巻いてみたり、高速で四股踏んだりした。スペック。元気な大学1年生男。お前かなりの上級者だな。高速で四股踏んだりした。これは狂気の沙汰。俺、応答、一選手の必殺、ブフ、必殺高速四股踏み、これは手も足も出ません、トス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 。俺ここで急に尿意を催す。高速四股踏みしながらトイレまで移動。その間も爆笑しながら実況してた。妹審判長より物言いが入りました。腹痛え。新手の腹筋スレだろこれ。マジキチ。これが大学1年生だと。期待。トイレから出て廊下歩いた。急に頭が冷めて四股踏むのはやめた。玄関の前を通った時に見たことない靴発見。妹が連れてきた友達の靴だったと後に判明。俺、これは、おもむろにその靴を手に取った。ペロッこれは。靴の中に手を突っ込む俺、両手に手袋のように靴装備。俺、靴まーん。いつもはこんなことしないけど、今日は誰も家にいないはずだ。俺は歌いながら靴を打ち鳴らした。こややべえ。妹いくつ？高一。見たことない靴発見した時点で気づくべき。まあ妹の靴か何かだろと思った。マジであいつら物音立てないからいるとは思わなかったんだよ。靴マンが騒いでたから物音に気づかなかったんだろ。冷めたって言ってなかったか。今日の様子で発見。俺、熱い港に現れる。靴マン、靴マン、パン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 。即興で作った、靴マンの歌を奏でた。幼少の頃から歌うのは好きだったから、やっぱりその名残はあった。ニコニコ横揺れしながら靴をパンパン打ち鳴らした。数分後に飽きた。靴マン続きはよ。これ妹が友達に絶好されるレベルだろ。久しぶりに腹抱えて笑ったわ。通報者だわ。俺は冷静になって靴を置いてリビングに戻った。畳の部屋に座って、ヨガ、とかやったり、投げ輪を投げながら食ったりした。庭に猫の親子がやってきたから猫の泣き真似しながら近づいた。海パン履いてニャーニャー泣いてる俺を見て猫は速攻で逃げ出した。相当ストレスが溜まってたんだと思う。大学で嫌なことでもあったんか。楽しいよ。なんでこんな気持ちになるのかわからない。俺、ペチペチペチ。無意味に叫びながら腹叩いた。腹叩きながら俺は思いついた。へその穴に牛乳溜めたい。これは結構昔からやってみたかったが、食べ物を無駄にするのは心が痛むから、ずっとできなかったことだった。俺はやってみることにした。
狂気の沙汰だった。妹のリアクションはよ。全身ムズムズ病やな。もじょこくて思い出した、マジ吉。原太鼓が癖になってる。この間一人でリズミカルに鳴らしていたらなんか壮大な演奏になってきて、数分間の演奏の末、両手でパン、と締めた瞬間に拍手喝采が聞こえた気がした。すぐに冷蔵庫から牛乳パックを出して床に仰向けで寝そべった。俺、牛乳贈呈。卒業証書授与の時の BGM を歌いながらへそに牛乳を注いだ。牛乳パック予想以上にでかい思い。片手で寝転んだ状態じゃなかなか難しい。一気に牛乳がドバッと出て俺は見事に牛乳まみれになった。リビングに白い液体まみれの兄か。一と友達になりたい。こいつやべえ。アゴス。俺、うわあ、くそ。俺、何やってんだ新入り。それはまだお前には早いって言っただろ。俺、うわあ。俺、無茶しやがって。俺、寒い。俺、風呂に入ってこい。またいつで。妹とも、あ、こんにちは。俺、あ、いらっしゃい。上着リビングに置き忘れてたらしい妹ともに遭遇。わろた。くそわろた。こんなん見られたら死んでまうやろ。もう遊びに来てくれないかもね。妹の高校で超恥ずかしい有名人確定。頭も体も真っ白。You are unique。これは辛い。黒歴史ってレベルじゃねえぞ。妹とも、こっち半笑いでジロジロ見てくる。俺、いや、あれ、カルシウム、ね。あのカルシウムが、欲しくて、そう。妹とも、あ、はい。妹ともは体質俺半泣き。急いでシャワー浴びてリビング戻ってきたら、床が牛乳まみれだったはずなのに綺麗になってる。妹が片付けてくれてた。案外クラブかも。一人遊び元が過ぎるとこうなるのか。みんなかわいそう。人の限界突破を見た気がするな。これは、妹に安価でメールしようぜ。ある程度イケメンならフラグ立つな。ブサメンなら外吉認定だな。正気の沙汰じゃない。冷静になって震える手でテレビつけた。もう終わった積んだしみたい。頭の中はそれでいっぱいだった。ごまかそうにも無理がある。あれを見られたらどうしようもない。なんで自分があんな行動に陥ったか自分でもわからなかった。俺は考えるのをやめた。俺、なかったことにしよう。イケメン。いや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 、がっつり見られとるやん。現実逃避した。妹にお礼言ったか？拭いてくれてありがとうって言ったら、バカかって言われた。ごめんなさいしたか？それは言うの忘れてた。謝っとけ。わかった今から妹ごめんねーって叫ぶ。はいはい、って帰ってきた。本日の様子で、友達ん家に遊びに行って兄がそんなことしてたら。ふ？妹に今からお礼しに行こうぜ。恥ずかしくて顔合わせられない。なんか歌声とか残ったとか聞こえてたらしいしもう俺変態。こんなユーモアのあるお前イケメン。お菓子と牛乳持ってお礼に行こう。不満の歌歌いながら。ホットケーキ焼いて振る舞えよ。しばらくすると妹たちが2階から降りてくる音がした。なぜ今までいることに気づかなかったんだろう。自分を責めた。でもやっぱり俺も一応兄だし、妹の友達の前ではいいお兄さんでいたい。勇気を振り絞った。妹とも、お邪魔しました。俺、あ、いやいや、全然お菓子とか出せなくてごめんね。妹、牛乳は出してたのにね。俺、妹消えろ。妹とも、妹ちゃん、ごめんなさい面白かったんで、すいません。俺、あ、はい、じゃあ気をつけて。俺は部屋に引きこもった。友達いい子。ここから妹ともを彼女に発展させれば、俺がイケメンなら可能だろうな。イケメンしね。さて、今から相撲しようぜ。ごめん今は相撲する気分になれない。謝った時の答えが、肝とかしねじゃなく、バカなら確実にフラグあるだろ。親にチクられるフラグはビンビンに立ってる。こんなお兄ちゃん欲しかった。いいな一と相撲取りたくなったぞ。ごめん相撲する気分になれないんだよ。笑ってくれてよかったじゃないか。一のあだ名、せっとり。すまんだろ。じゃあへそ牛乳やろうぜ。より多く牛乳をへそに収められた方の勝ち。大関へそ牛の海。かっこいい。よし、そろそろ安価で行動しようか。エロとかあまりにも無理なのは実行できないぞ。妹のスペック詳しく。妹ともの容姿も詳しく。妹、元気な高校1年生、見た目普通、あっさりした性格、たまに強い、軽音楽部。妹とも、妹と同じ部活の同級生だったはず、素朴な感じ、女の子っぽい感じ。115で謝る。全裸、115、靴マンの姿で。靴マンはクテか。高速四股踏みも捨てがたかったが、靴マンもいいな。115、わかった牛乳やったしこれはいけます。服着ろって言われた。海パンまで再現したのか？海パン履いた、履かなくてよかったのかよくそ。直接的な罵倒はなかったのか？妹ツボ浅いから面白がってた、バカだわとは言ってたけど、妹とモノ靴がないのに靴マンできたのか？取り返してきたんだよな。俺の靴でやった、取り返すのは不可能。兄貴が自分の靴を両手にはめて海パン一丁で来られたらドン引きだろうな。よし、次の安価はメールで行こうじゃないか。同じ家にいるのに、137。月が綺麗ですね。確かに。137。今だから明かすけど、俺さ、藤岡博士リスペクトしてんだ。藤岡博士、送ります。よし行け。藤岡博士、な、り、どうでもいい。メールじゃなくて口で言え。今日の晩ご飯はカレーだって噂。どうでもいい、か、155。結構有効的なんだな、攻めてみてもいいんじゃないか。
俺さ、妹の友達のこと気に入っちゃった。今度一緒に相撲したい。155、藤岡隊長。カタツムリの殻が割れているってことは、砕いたってことだな。な、不快だろ。155、何のメッセージだよこれ、送る。また藤岡博士かよ。おい、スナイパー藤岡次長しろ。り、なるほどね。冷たい。167。俺さ、アズニャン大好きなんだよね。今度、猫耳つけてなーって言ってくれないか？同じ軽音部として越えないといけない壁だと思うんだよ。どう思う？よし、今から相撲を取りに行こうぜ。167。藤尾菜の途中でティッシュなくなったからちょっと持ってきてくれ。へその穴に牛乳ついてくれないか？藤尾菜ってなんだよ。167。おい、送る。電車待ちのホームで爆笑したわ。妹さんいい子っぽいから傷つけるような安価はするなよ。一と妹は精神年齢が逆転してるんじゃね？普段は俺の方がしっかりしてるよ。今日は何かがおかしかっただけで。これだけの気候でブサイクだったら悲鳴上げて逃げる。つまり1はイケメン。いや引いてると思う。それを見てもまともに受け答えしてる妹の方がイケメン。あいつ男みたいな性格だから妹っていうより弟。妹ともは絶対1に惚れる。多分二度と会うことはないと思う。カレー食ってきた。父が帰ってきたら怒られます。妹にチクられた。そりゃ、大事な牛乳を無駄にされたら怒るわな。それすげえ言われた。やるならせめて水を使ってねだとさ。なるほど、水ならまたやってもいいよ。ってわけか。よかったな。そういう意味だったのか。やった。喜んでんじゃねえよ。牛乳拭いた後臭いしな。親父と相撲取れよ。応援してる。親父マッチョだから俺死ぬと思う。もやしだし。気候について咎めるという選択肢はないのかと。気候は今までにもあったから家族も慣れてる気がす。藤尾菜の件まだ送ってないのか。スルーされたよスルー。父帰宅。親父は怒らずに爆笑する。二人を一個。父との話し合いあんかは？苦笑いされて、注意で終わりそうな気がす。ここで一が沈黙するのが釣りではないリアルさを感じる。父、じゃあここで全部やってみせろ。でも、よく考えたら何も悪いことはしてないよね。牛乳だけは飲み物無駄にしちゃダメだけど。一無事か？親父にぶっ飛ばされて死んでんじゃねえだろうな。無事です。クスマンの格好で正座とかさせられて、説教くらってたらクッソ面白いのにな。そこまで面白いことはなかった。一落ち着いたら安心して死ねる。牛乳無駄にしてんじゃねえ。じゃがりこ勝手に食べただろ。クスマンの歌。って感じでした。じゃあ、お父さんに長生きしてもらうためにも落ち着くわけにはいかんな。なるほど、これからも楽しく生きるわ。ウケる。じゃがりこはいいだろ。いや重要なんだよ、俺の家では。これは枕に顔を詰めて足バタバタもんやな。妹とももの記憶消したい。じゃがりこ詳しく。俺がじゃがりこ勝手に食べる。よく見たら箱に、触るな。って書いてあった。俺怯えてその空き箱の中に岸詰めてノリとテープで蓋閉めて復元、元の場所に置いておく。バレる。どうやら父の話では母と一緒に食べるの楽しみにしてたらしい。巧妙にノリで蓋閉めてるとこ想像して笑った。そんなことしたら余計怒るだろ。その行動力を誤ることに全力で待ってけよ。ごまかせるかと思った。バカす。せめて、新しいの買ってくるとかあったやろ。お金がね。ほのぼの家族だな。いい家庭だ。ありがとう。じゃがりこ買ってきて謝ろうぜ。今お金ギリギリだから。100円やん。100円大切。バイトしてんだろ。金は大切だが、復元の労力&いずれバレること考えたら。ID 抽出して改めて今日の一の行動を読み返したら、やっぱり笑えるわ。明日も幸せに過ごしてくれ。家のどこかにお金が落ちてないか探すんだ。意外と小銭落ちてるぞ。それでじゃがりこ買ってこい。怯えたのに中に岸詰めるとか増えた。ここでお話は終了です。一致の気候を受け止めている温かいいい家族ですね。